ドゥボットの協議会なんですけれども、まあ、WRC は中国の方で主催している大きなあのロボット関連のあのカンファレンスとコンペティションがありまして、その中で、ドゥボット社がですね、主催している、まあインテリジェントマニファクチャリングチャレンジというものがありまして、そこにあの弊社の方がですね、今回初めてですけれども、日本のチームの方のサポートをさせていただいたという形になっております。はい。でカテゴリーですけれども、まあ、小中学校、高校、専門学校、それから大学、大学院、高専というような形で、カテゴリー別にですね、ルールがちょっと変わった形で設定されておりまして、その中で、競技をしていただくという形になっております。で基本的には北京大会、これが世界大会になっておりまして、ここが本当にいろんな世界各国からですね、チームが集まって、競技をするという形なんですけども、まあ、いきなり行くっていうのもなかなか大変だろうなということがあって、弊社の方から、トレーニング戦日本大会というような段階をですね、ご提示させていただきまして、サポートをしていたところです。でなかなかルール自体がやっぱ国際大会って意外と先生方とお話しすると、まあ、本当のルールが出てくるの1週間前だよとかって、そういう大会が結構多いらしくて、かなり私どもですね、焦って情報を入手したりとか展開したりということをやってたんですけども、結構準備の時間をですね、削ってしまって、お腹の痛い時間を共有させていただいたなというようなところでありますけれども、皆さん日本のチームの皆さん短い時間の中でもですね、非常に尽力していただきまして、夜遅くまで朝も授業始まる前からですね、準備していただいたというようなことをお聞きしておりまして、非常に感謝と感動を覚えているところでございます。で実際にそのコンペティション競技会の、まあ、様子などは学校 の, 大学の皆さんとか、それから高専、高校生の、先生方からですね、お話しいただいた通りですので、まあ、割愛させていただきますけれども、まあ、所感としてちょっとだけまとめさせていただいた、部分をご紹介したいなと思います。まあ、非常に準備期間がやはりルールブックの改編とかですね、そういうのがあって、非常に短い時間だったんですけれども、まあ各チームの皆さん自ら課題に取り組む姿がですね、非常に精力的で感動したなというところがあって、我々もなかなか手探りのところでこの競技会やらせていただきましたけれども、参加させていただいて、非常に競技者の皆さんに助けられたなというようなところを感じております。でまあ、この競技会ってやはり物理的な現象をやはり使いますので、コンピューターシミュレーションのコンペティションとはやっぱり大きく違うところは、現場で何かが起きる、完璧に準備してても何かが起きるというところがあって、そこが難しいところでもあって、また面白いところでもあるんですけども、まあ、そういったところを皆さんチームワークやはり非常に重要で、どういう誰がどういうところをまあ担当してちゃんとオーガナイズするかっていうのも、そういったところもですね、プログラムとは別に学べるようなすごい面白いところだなと、皆さんチームワークで解決されていたところを、いくつも拝見しました。でルールブックの不備っていうのが何度も言いますけど結構あってですね、本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。でも意外とこういう競技会っていうのは不備があるもので、そこをいかに、まあ、解釈するかとか対応するかというところがかなり大きなこう結果の分かれ道になるんだろうな、なるんだなというところを私の方も学んだなというところがあります。で、最初 の, 2018年のルールでやったときは実際のアームの先端につくツールのところなんですけども、これもイノベーションのポイントがついているものでして、自分たちのチームでそういう新しいツールを開発してそれをレポートにして提出するみたいな、そういったものもあったんですけども、皆さんいろいろ工夫されてですね、恥率の高い、形で取るためにはどういう、まあ、動きをすればいいのかとか、どういう形 の, センターを作ればいいのかとかっていうのを工夫されていらっしゃいましたですね。
でそれから、まあ、いろいろなことが起きるんですけど、まあ、突発的なトラブルに対してもこれはあの室蘭工大さん本当にすごいなと思ったんですけども、何が起きても全然学生さんうろたえないんですよね。でこれはこことここを順番に当たっていけばいいとかっていうのをですね、あの大人でも焦ると思うんですけども、なかなか冷静に対応されてたとか非常に印象的だったなと思いました。でまあ、ちょっといろいろ工程はたくさんあるんですけども、割愛させていただいたあの先生方のご発表に変えさせていただきたいと思いますけれども、世界大会ですね、非常に多くのチームが参加されました。でその中で見事室蘭工大さんの世界大会で優勝されて、副賞も2つあったものを全部総なめで完全制覇という非常に我々としては嬉しい結果になって肩の荷を下ろしたところであります。で実は北京大会は岩手大学さんも参加されていて、なかなかちょっと現場でトラブルがかなり頻発してしまった不運があって結構つらかったところがあったんですけども、まあ、センサーの部分ですね、そちらをセンシングするところの、改善をするためにですね、急遽雨傘を使ってセンサー光が、まあ、外乱になるものですから、そういったものをこう回避したりとかっていう面白いアイデアを作られていて非常に面白かったなと、まあ、現場力試されるだなっていうところはすごく感じました。で、まあ、中国の大会ですけれども、まあ、日本では結構、まあ、何かあっても皆さん対応できるような、まあ、日本語が通じる環境ですからあるんですけども、まあ、なかなか英語ベース の, コンペティションということで、非常に辛いところもあったかと思います。そういったところもですね、一つの、まあ、経験という形で生かせていただければ非常にやった甲斐があるかなというふうに思っております。でまあ、中国は圧倒的な参加者数で、まあ、小学校からもプログラミングをやってロボットを動かしているというところを目の当たりにすると、本当に日本はもっと頑張らないと本当にやばいなというところを実感して帰ってきたところですね。はい、でその中でも日本のチーム非常に頑張っていただいたので本当に感動して帰ってきたところではありますけれども、もっともっと頑張らないとなかなか中国のパワーに勝てない、ものづくりの分野でも日本は自利品になってしまうところがあるのかなというところで非常に恐れを感じたところではあります。でおそらく次回も、来年あると思うんですけども、次回はちょっとアプリケーション部門の、まあ、協議会もあるかもしれません。中国国内の学校だけで今回はまあちょっと実験的なところもあってやっていらっしゃったんですけども、どんな、ことができるかっていうような、競技ですね、実際に何秒以内に何をするっていうことではなくて、まあ、ルーボットマジシャンを使ってどんなことに応用しますかっていうようなことをいろんな大学さん高校さん、トライされて展示をされてました。でそれを投票で1位2位3位とかっていうのを決めるということで、まあ、農業に応用したりとかですね、あとは自動のレジのシステムとかそういったものを作っていらっしゃる学校などがいて非常に印象的でした。はい、でテクシャは引き続き協議会もそうですけれども、教育っていうところをですね、新しい教材STEM教育を中心にですねご提案差し上げていきますので、ロボットアーム、それからシングルボードコンピューター、それから AI の部分もですね、さまざま準備をしておりますので、ぜひ活用して、学生さんの、育成というようなところにご協力できればなというふうに思っております。で今回は、まあ、ルーボットの教育のセッションということですので、非常に特徴的なところだけ一つ申し上げておきますと、今までロボット教育とその応用ってもう完全に分断化されていたと思います。でルボットの面白いところはSTEM教育は一番ちっちゃな子でプログラミング教室に参加されたのは幼稚園の年中さんなんですけども、ティーチングをトライされていらっしゃって、で明日ルボットのユーザーカンファレンスで産業応用の部分
ご発表いただくお客様もたくさんいらっしゃいますけども、現場で実際に使っていただいていると。でこれが同じもので実現できているとはなかなか今までなかったと思います。こういったものをですね、共通の、プラットフォームといいますか、道具を使って学んだものをそのまま現場で使っていただけるというようなあの面白いですね、題材になっていると思いますので、ぜひ本当に現場で使えるノウハウとかですね、そういったものをいい教材を使って教育に役立てていただければというふうに思います。で最後に、まとめ、簡単ですけどもさせていただきます。テクシェア、WIRC の、ドゥーボット協議会に参加する日本チームを支援しております。来年も、ございますので、ぜひご検討いただければと思います。で先進的なロボティクス、ソフトウェア、新しいディープラーニングなどの環境ですね、こういったものを使って、世界を舞台にして、競技というものが、繰り広げられておりますので、参加していただければというふうに思います。で技術的な知識だけではなくて、チームワークであったりとかですね、他の国のチームの方とですね、交流なんかも見れました。そういったところをですね、経験することによって、本当に世界で活躍できるような技術者というものがですね、ここから育っていくと非常に嬉しいなと思っております。非常に簡単ではありますけど、私の方からのプレゼンテーション終了させていただきたいと思います。ご清聴いただきましてどうもありがとうございました。